どうもおはこんばんにちは、いすげです。ということで今回もデジモンリアライズ実況プレイしていきたいと思います。はい、ということでですね、早速なんですがこちらをご覧ください。ドドンということで、はい、こちら予告激突戦ダークマスターズ8月の冒険ということで、8月の1日がデジモンの日らしいんですよね。いすげはそこちょっと分かんなかったんですけど、はい、まあということで8月1日にですね、まあ、期間限定ボーナスが始まりまして、それから、まあ、結構ねデジルビーとかもしっかりもらえますね。はい、それから激突戦の方がね、4体出てくるらしいです。はい、1日最初はメタルシードラモン、第1の資格ってことでね、第2の資格ピノッキモン、それから残り2体は1日に公開ってことで、まあこの2体プラスあと他の2体がこの夏休み中、8月のね夏休み中にずっと出てくるんでしょうね。はい、激突戦ってことで、まあってことなんで、まあ、メタルシードラモンの対策とかもしないといけないし、ピノッキモンの対策とかもしないといけないっていうのがありますので、ちょっと大変ですよね。うん、でもいろんな激突戦、いろんなねボスを楽しめるっていうのはまた面白いんじゃないかなと次は思いますね。はい、まあ、こちらの方はね近々対策の方をちょっと練っていこうかなと思っております。はい、まあということで第2にですけど、はい、第2は結構ねいろんな実況者さんも、ね、動画上げてたんですけど、プラグインですね。そうそう、プラグインが大事だということで、はい、プラグインガチャを引いていきたいと思います。はい、多分このアカウントだと初めてですね。はい、一番最初のぶっ壊れたアカウントの時は引いてたんですよ、プラグインガチャ。そうそう、プラグインガチャ引いてたんですけど、この赤では初めてです。ではプラグインガチャ引いていきましょう。さあということでこちらですね、プラグインガチャ。もうね強いですよね。うん、やっぱ金、普通に道中で出てくるプラグインとかよりもはるかに攻撃力とか、まあいろいろステータス上がると思いますね。まあ、最大星5まで強化したステータスらしいんですけど、はい、まあということで引いていきましょう。さあ皆さんプラグインガチャ引いてますか？はい、こんな感じなんですよね。では行きましょう。来い、頼むよ。オッケー、もう一個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 ちょうだい、もう一個ちょうだい。一つでしたね。はい、一つずつ見ていきますかね。全部出るのか、バーンって。はい、ということで金が一応一つですけど、はあはあはあ、器用なやつですね。ってことはあれですね、グラウンドラモンとかつけるといいかもしれないですね。ちょっとグラウンドラモン作ろうかな。うん、ね、普通にこういう銀とかもあるしいいと思いますね。まあこのガチャで引いたやつってこの銀枠と金枠なんですけど、道中で出てくるなんていう銅、茶色みたいな色あるじゃないですか。そうそうそう、あれよりもちょっとステータスが高いですので、やっぱガチャで引くのがやっぱりお得ですね。うん、普通に道中のやつよりはこのガチャで引いたプラグインをつけて最終レベルまで、ね、強化することで差がつけられるんじゃないかなと次は思います。はい、まあ、ということで今回はここまでですね。はい、最近ね特にやることがなくてね。うん、まあいろんなデジモンを作るってのもありなんですけど、って感じ。究極体がね、そうそうそう、やっぱりもうちょっと欲しいかなって感じですかね。はい、まあ、次回もねガチャ引いていきますので、来週ですね、来週バトルパークでもらえると思いますので、そうそう、そのための今回プラグインガチャなので、そう、勝つためのね。はい、なんで皆さんもルビー100あるなら、そうそう、で特にやることもないのならプラグインをしっかり強化して
バトルパーク望むといいかなと杉尾は思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。